されてくれればいいと思えるほどにあなたを愛していたことは痛い憎しみ急消えてくれたら気づいた誰の心にも闇がある目に見えているものが全てじゃないだけどもう分かり合えない失ってしまえばいいと願った。それしか自分のことを守れず苦しんだ。いっそ消えてくれたら。されてくだからもうたくさんいい僕も気づいた闇の自分を垣間見たの仮面の皮を引き剥がされてくだからあなたに出会って僕も変わった闇の自分を垣間見たの仮面の皮を引き剥がされてくだからもうI see you私は幸せの道を歩く消える
整え十字架を心の中に刻む。どうもありがとう。暑いですね。暑いね。暑いですね。ボス、暑い暑い。いっぱい来て暑くないですか。いっぱい来てってステージ衣装だからね。ランニング市場でやるってわけにいかないしさ。そうですね。その俺たちの音楽性からするとね。そうですね。でもまあ見てる方も暑いですよね。みんなめちゃくちゃ顔から汗が出てくるんですけど。ああそう。あまりわかんないけどね。あ本当ですか。近くで見るとすごい多分暑い。どういう MC だっつうのね。さあ改めまして、はい、ブラックと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと私副鼻腔炎で鼻の調子が悪くてですね。あそう。今日ちょっとメインで喋ってもらっていいですか。いやメインで喋るって別にもう毎度毎度のことやからね。そうですね、やっぱり MC はあの、はい、なおちゃんじゃないと。いや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 、ねもうなんかお笑いみたいになっちゃいます、ね、そうだよ、ね、まずいよそれは。ね、もっとこうシックにクールに決めたいところなので、ね、もうザーンと終わった瞬間にどうもーって言ってるから何やつらみたいな。まあ、でもやっぱなんか呪い殺してやりたいとって歌うとねこう曇ってくるみたいでお天気ね、うん、なんか面白いなと思ったんですそうだね、うん、それは伝説のステージになるかもしれないよね。本当ですよね。呪い殺してって本当になんかドーンと来たんですね。誰か撃たれちゃうかもしれないね。ね、まあ暑い中本当にご苦労さんです皆さん、はい、ありがとうございます。ね、でもまああまりすっきりするようなジャンルの音楽じゃないかもしれないですけどね、ちょっとこう熱がこもった状態で家に帰ってもらって、ね、まあビールを美味しくいただくということで、うん、ね、じゃあもう行こうか、はい、ちょっと押してんだもんね、はい、今ね、はい、じゃあ次の曲のデュエットで忘れなくて。心のつぼみが花咲く春風吹く季節。今年も感じる切ない、あなたに会いたい。花は揺らめいた心も山のように、水面に映る影、遥か昔の記憶、共に奏でた音、月を見上げ思う蘇る想い消えないで。
どうもありがとう。ちょっとこれも季節外れになってきたね、この曲も。そうですね。春の曲なんでしょ。いや、そういうわけでもないんですけど、まあでもなんか桜をイメージして書いたかなっていう。春やん、それ。そうですね、春ですね。なんか、ね、次ちょっともみじをイメージした曲でも書かないかんですかね。秋に向けて。あ、そう、あ、春夏秋冬。そう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 、ね、まあ、それもそれで面白いかもしれないけど、多分飽きると思うよ、ね、飽きますかね。ね、はい、はいはい、さあ何、ちょっとね、いろんなこと本当はね話したいんですけど、ちょっと時間がね、イベントの時間が落ちてるので、もうとっとと次に、とっとと次に行きたいと思いますけれども、次は、なおさん何でしたっけ、ストーリーでしたっけ。ですね、じゃあちょっとその説明をしてもらいます。私がやるんですか。あのね、もう水分補給してくれたまんないのよ。ね、我々ね、2人でブラックというユニットでやらせていただいているんですが、もともとはストレンジブルーという、ロックバンド、大人ロックバンドの、ボーカルとキーボードが派生ユニットでアコースティックでやろうと組んだユニットになってるんですが、そのストレンジブルーの楽曲ストーリーが、映画の挿入歌に去年の4月とかですよね、決定したんですが、まあ、あのコロナの影響で伸び伸びに映画がなってしまっておりまして、そう、ここ拍手のとこです。ボスが言うと拍手してくれるのに、私言うと流れちゃうじゃないですか。いや、終わりました、水分補給。はい、ということで、映画の説明変わられて、はい、まあ、毎度毎度ね、宣伝させていただいてるんですけれども、コロナで飛んじゃったんですけどね、映画が。で、どうなってんのかなと思ったら、あれ 2,3 週間前かな、監督からまた久しぶりにメールがあって、大阪で試写会やります。あ、まだあの話生きてたんだなと思ってね、もうあのちょっと遅らになっちゃったかなと思ったんですよ、正直言って。そうですね、もう皆さんのもね、ご存知だと思うけども、映画業界って今なかなか厳しいじゃないですかね。007でさえも公開がドーンと飛んでるようなね状況で、なかなか厳しいだろうなと思ってたんですけど、どうも映画はまだ生きていてね、メッセージは生きていて、ちゃんと上映しますということなんで、はい、ぜひこの曲を聴いてね、今から、うん、ストーリーという曲なんですけど、聴いて、もし胸にドンときたらその映画を見に行ってください、はい、で、映画のタイトルは、何やったっけ、ぬくもりの内側、ぬくもりの内側って、ぬくもりの内側っていうタイトルですね。ぬくもりの内側が何の内側だったか結構忘れちゃうんですよね。そうなのよ、ぬくもりだったかねえ、何の内側だったか、内側は覚えてるんだけどね。ボスたまに違うこと言いますそうそう、しらーっとね、うん、しらーっとなんか何とかの内側って言ってて、ね、誰も訂正してくれないからそのまま進んじゃうんだけどね、白石美帆さんで知ってます？いきなりですけど、女優さんのね、白石美帆さんが主役なんですよ、ね、で、あとは三田佳子さんとか極道の女たちのねとか、あとはぐれ刑事だったっけ、そうそうそう、はぐれ刑事に出てる課長かなんかの役の人、ごめんなさい、俳優さんの名前、あ、島田さん、島田さんね、とかね、結構すごい人出てるんですよ。で、内容的には命の尊さをね書いた、もう本当に僕も試写会見てきたんですけど、もう涙なしでは見れないような、それのね、なかなかいいところでうちのストーリーがバシッと、使われてるんで、きっと多分誰もこんなフォルムで歌ってると思わないでしょうね。だろうね、すんごいなんかこう爽やかに歌ってるのに、それにつられてね、 PV 見るとみんな多分こけるやろうね。ねえ、これなんかの押し売りかなと思っちゃう、 PV で。ねえ、それ見たら最後になんかこうかわされるんじゃないかみたいな、そんなことはないですからね。PV ありますから、はい、はい、じゃああんまりこう伸ばしてるやないか、はい、すいません、行きましょうか、ね、じゃあ聞いてください、ストーリーです。はい、しまいそうな時も誰かのハーモニー、あなたを探している、まだ見ぬ宇宙の果ての巡り
合うはずの奇跡抱いて Story, story, story we are 変わりなどない Story, story, story we are あなただけのこれで最後の曲ですか、はい、そうです ね、あのこの後物販ブースにいますので、はい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 、お話ししに来ていただけたらと思います ね、なかなかあのようやくね演者の方もこうエンジンがかかってくる頃なんですよ3曲目4曲目って ね、はい、だからなかなか残念なんですけど、はい、まあこの後はあのおしゃべりタイムということであのブラック T シャツがね出来上がりました、はい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 、後ろでスタッフが来ておりますが、はいはいはい、うちのジャーマネのねジャーマネのジュンジンさんが暑くなってきたんで、はい、みんなぜひ T シャツ着てね着ていただけたらと思います、はい、はいはいはい、はい、それから今日からあの今日から、うん、次回から、うん、はい、さっき言ってた LINE ブラックの LINE アットのポイント制をこうあはい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 、はい、ほぼたまったらマスク1枚プレゼントみたいな、あいいっすね、はい、やろうと思ってますので、うん、それもね、ぜひぜひ、はい、やっていただけたらと思います、はいはい、では最後最後にね、まあ、あのずっとこう同じような瀬取りで恐縮なんですけれども、最後にちょっとノリのいいマスカレードという曲をやりたいと思いますので、最後盛り上がって汗かいて帰ってください、ね、手拍子ねしていただけたらいいですね、声出せない分ね、うん、そう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 、そうすると嬉しいんで、はい、そうすると、張り切ってやれますんで、はい、よろしくお願いします、はい、I'm sorry.
地区が舞い上がる仮面の下の微笑が見舞いのように揺らされるように絡みつくされるがままにフォーレラー腕のハートブリラー眠しめがキリンド溶けてゆくマスカレマスカレマスカレ天使になれマスカレ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 悪魔になれ全てを脱ぎ捨てたそれがマスカレやけにルーズに慣れたムードで戯れる苦しみも迷いもしがらみももっと来るにぐっと知るに蹴散らせよ一人よがりのたったな上辺使いのパッパな上辺だけのランナーな冷えちまうマスカレマスカレマスカレ踊りなさいマスカレ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 狂いなさい全ては幻かそれがマスカレすべては幻かそれがマスカレ、輝くこの世界いや今日は皆さん本当にどうもありがとうございましたね。えまた会うんだよね。はい、2週間後ですね。2週間後にぜひ来てくれます。はい、じゃあお待ちしてます。マスカレブラックでした。